はい、はい、帰ってきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございましたね。見てこの日焼け、うわちょ、男らしくなって、いやこれ染みたな。これ一本釣るまで6、7時間投げ続けて、あ、最初釣れなかった。釣れなかったですね。あの朝7時開始 で昼2時ぐらいまで何にもなかった。マジっすか。もう、もういやいや、もう朝の段階で釣れたかと思って。いやマジで最後の最後。いやいや、お疲れ様でした。いやいや、もうありがとうございました。今度はもう児玉さんバージョンの一人旅お楽しみください。なるほど。じゃあちょっと今回あの、はい、宗さんにカメラしてもらって、児玉さんにちょっと手伝ってもらいます。はい、で今回作るのが、はい、酢豚ならぬ、はい、酢まさ。酢まさダメダメダメ。酢まさです。言うた酢まさ。酢まさ。酢まさ。あ、ロレッツ。酢まさを、酢まさを作っていきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちら、あ、こちら紹介してなかったね。そうこちら、はい、長いでしょ。うん、まあもう長さはあるけど、やっぱ夏まさって痩せてるらしいから、やっぱこのくらい、うん、で食ってる餌がシイラ、うん、シイラのこんなやつ、うん、をあペンペン一匹食べて何日かはもう食べないって。なるほど。だからこいつは食ってない。あ、食ってない。食ってない。多分入ってないです。どうやってさばきます。お、児玉さんさばいてくれますか。いや、見ときますけど。うろこは、うろこは取ります。切るじゃなくて、そうですね、方がいいですね。やってくれるんですか。うろこ取りだけね。ちょっと今ちょっと、もう体がうろこ取りだけねって今言ってる。はい、じゃあ体がちょっともう、うん、もうやりますよ、そんな。いや、マジでスポーツです。お疲れ様でした。で、帰りの運転のこと考えてなかったんですよ。うん、そっかそっか。調子乗ってもう、そこで全力使い果たした。そら大変だったでしょう。もういやいや、本当朝の段階で釣れるんかな。いやいやいや、早いし。俺も朝釣れるって聞いてた。でもよう釣れたね、昼に。昼2時、うん、いや、でもいい経験でしたよ。楽しかった。ほんと、子供さんがカメラしてくれて、ずっと2人で、はい、うまいですよ、ズームして、うん、ブレないですよ。うん、ねえ、揺れに慣れてるから、うん、慣れてるんだなと思って、うん、足腰強いよね、はい。じゃあこっちは中に入れる人参と玉ねぎ、ピーマンを切っていきます。はい、ちょっと、背骨が痛い。パイナップルありですか。なし。パイナップル許せない派ですか。どっちでもいいタイプです。 あったらあったで、うん、あれあんまり好きじゃない。でもあれって豚肉を柔らかくするとかなんちゃらかんちゃら、そういうことなんですか。あ、そういうことなんですね。なんかパイナップルの酵素が豚肉を柔らかくするのは建前みたいなね。こっち映すのいいんだけどな、なんか鱗がめっちゃ飛んでるんだよな。いいかな、これぐらいで。はい、自分でさばくから自分しか文句言わないから大丈夫。ドンマさんが魚さばいてるとかあんま見たことないから興味あるな。どうですか、でっかいですか。あ、でっかいのさばかない、さばかないっていうか、あんまさばいてない、ね、ちょっと興味あるな。もうボロボロっすよ。いやね、いやボロボロ。はい、野菜処理完了。はい、完了。この中に入ってるのが酢、はい、醤油、砂糖、ケチャップ、お酒、みりん、水、片栗粉。はい、で、とうとうさばきにかかるわけですね、はい、あら、もうここでさばきます。ゴイゴイスゴイゴイス。空っぽかな。空っぽ。岩、うん、魚が入ってる感じではない。うん、入ってないからか、臭くない、全然。おさあ、お魂の解体ショー。おろろろ、お魂の解体ショー。バキ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 。痛い。申し訳ねえ。ここが背中、鱗取れてないよ、これ。あれ俺だよ。確かになんか児玉さんがでかい魚さばくイメージがない、うんうん、でかい魚釣ってないですからね、まず自分で。でもブリとか釣ったっすもんね。あ、そっかそっか。あれさばいたような気がしないでもないですよ。さばいてないかな。
ダダダダダダダボロボロだけど、まあいいや、おーだとご立派。はい、うわ、大トロだ、うわ、大トロだ、ヒラマサってこっちの方では普通に食うじゃないですか、はい、まあ、限界なだっていうか、はいはい、太平洋側ではあんまり食わないですよね。太平洋っていうか九州の太平洋側とか四国太平洋側とか。ヒラマサですか、なんで？スーパーとか多分あんまり取れないんじゃないですかね。ああ、うん、でもまあ確かに向こうの方いないですからね、はい、カンパチとかたまにいることはいるらしいんですけど、なんか 9割ブリっていう感じだと思うね、はい、豚ってこんくらいですよね、大体。そうだね、うん、でこれ半分にして、でちょっとこのくらいのブロック状で、ブロック状にして、で、酒、醤油、みりん、ごま油か、これにちょっと浸しときます。お、漬け込み、はい、10分か、これ10分漬け込んでいきます。はい、はい、この野菜をちょっとレンジで加熱しとった方がいいですよって書いてあった。へぇー、3分加熱、3分時短、野菜をレンジで3分、はい、時短、はい、まさかま、まさかま、まさかま、これももうぶち込んでいきましょう、グリルに。絶対うまいやん、これうまいっすよ。12分、 OK、 はい、それでは、はい、この漬け込んだやつに、漬け込んだやつを揚げていきましょう。魂しー、わー、片栗粉、はい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 、おボールに、おボールにね、これだけでもそうですね、とりあえずこれ、うん、漬けだもんな、漬けですよね、ちょっとした漬け。まあ、これ豚肉と違うのは中は生でも全然食べれるから、はい、そこまでちょっととろっとしてもうまいでしょうね、はい、確かにそこまで気にしなくていいのは、はい、火取らんといかんとか考えなくても。じゃあ揚げていきます。はい、今度平政の実、いってらっしゃい、あ、よし、ジュンジュワー、いいね、あっという間に泡だらけになるね片栗が、ねえ、片栗油汚れますもんね。はね、もう未来が見えるから。そう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 、うん、片栗ね、片栗お兄ちゃんね、かっこいいですね、あれも。片栗お兄さん、背中をつけないと、ね、片栗お兄ちゃんでした。誰かわかります？あ、そうです、鏡ね、ブリュレ、ブリュレ、ブリュレ、これとかもいいんじゃないですか。あ、良さそう、はい、入れます。お、出来上がってきた、うん、これも出来上がってきたって、出来上がってはほなんかまだで、こっちに甘酢のタルトちょっと入れておきます。はい、火にはかけないですけど、さあ、チンした。魚使ったじゃない、野菜、野菜、あ、いいですね、あ、いい感じ、うん、もう、あえて火つけるらしい、完全にその組み合わせのその香りがあれですね、甘酢あんかけっていうかですね、味南蛮の香りですね。もう入れちゃいます？はい、入れますよ、じゃあ投入、マサ投入、はいはい、はい、全部です。じゃあこれで、おお、もうすごいとろみがついてる。おお、ほんとだ、動かなくなってる、動かなくなってる、よいしょー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 、これはうまかろて、かろて、よいしょー、平政の身がしっかりしてるから煮崩れしない、うん、ないね、はい、すげー、あ、香りがなんか給食思い出す、わかりますね、これ3次元目、4次元目、うん、もうあと1時間ぐらいで、そうそう、給食室のね、近かったら、そうそう、こういう香りしてた、はい、はい、じゃあ完成でーす。はーい、それではよそっていきます、よそっていきます、カンカン、そしたら釜ができ次第、はい、食べていきまーす、はい、完成しました、はい、おいしそう、すまさ、すまさね、すまさ
何も間違ってないよ。釜焼き、はい、大トロ、大トロです。はい、いただきます。いただきます。そう、まずはやっぱスマサからですね。スマサいっときますかね。ちょっと野菜と一緒に食べて、はい、おー、うまそうだな、これいただきます。いただきます。おいしい。うん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 、これ、ね、うまい。豚肉じゃなくてもいいぞ。うまうまけど味付けめっちゃ完璧ですね。これあのこれはうまい。大きい魚釣ってきたら結構処理というかね、うんうん、料理に困るけど、うんうん、ガンガンいい。これうん、どんどん作る。いや、なんですかね、血生臭くも全然ないし、うんうん、うまい。おったろ、おったの、なんか久々食うような気がするな、平間。熱い平間さんのでっか、これ長トロにしますね。また贅沢に。はいはい、脂がすごい、すごい。うん、うまい。あー、うまい。うん、コリコリ。うん、あのやっぱ比べちゃうけど、うん、冬よりかは油は若干、うん、ああ、ブリキャマ、ブリじゃない、マサカマキャマ、あー、そりゃうまかろう。うまー、これ酒、シンプルで最強にうまいもんね、カマ。うまっ。だって大トロでしょ、うん、もう焼くって。まあ、ナポト魚はまた別企画で、うん、多分魚雷さんたちが使うと思うんで、はい、はい、今回は釣ってきた平政で、うん、すまさでした。お仕事です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。楽しみにしてますよ、今度。お疲れ様でした。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。